はいどうも皆さんこんにちは。本日まつもりやっていきましょうか。さあ今日はですね、なんと皆さん大好き、ハリーポッターの世界へやってまいりました。ところで皆さん、ハリーポッターって知ってますかどうなんだろう皆さんハリーポッターは知ってますかけど最近の小中学生とかであれば、ハリーポッター知らないという人も多いかもしれませんね。 ただ、ハリーポッターって名作だから大体の方が知ってるんじゃないかなと僕自身は勝手に思い込んでおります。どうなんでしょうかまあ、ちょっとそこについてはわかりませんが、早速、この島見ていければなと思ってます。そして、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。さあ、そういったところで見ていきたいわけなんですが、おカボチャの馬車が、こんなところにあります。 しかもマイデザインでしっかりと、この、なんて言ったらいいんだ車輪の跡か。車輪の跡も再現されてると。さらに、キノコだったりとか、雑草だったりとか、そしてハロウィンカグだったりとか、そういったものがうまいことを配置されているわけなんですが、あー、なんかお姉さんがいるお姉さんが。 待てよ。お姉さんのところ行きたいんだけど、あー、これ無理か。まあ、いいや。で、見えにくいんですが、こちらに矢印看板があります。ですので、こちらに沿って走って行けってことか。はいはいはい、走りましょう。うおー、走るでで、ここはおーなんかここ見覚えあるな皆さん、見覚えありませんかこれすごいね。キノコ系家具もね、うまいこと配置されてます。まさに、ハリーポッターの世界。 で、何やらすごいエリアにやってきました。おーこれはホグワーツじゃないか間違いねえよここからホグワーツか。ほうほうほう。では、ホグワーツの中に入っていきましょう。で、こちら側は、あ、こっちもなんか色々あるんだ。ちょっと後で見てみようか。で、ここの中入りましょう。さあ、侵入してきたぜ。おーこれはあれじゃないかこれはあれじゃないかあれってなんだふふふ。<laughs> なんかさ、大広間みたいなところありますよね。で、これがハリーポッター恒例のあの帽子ですね。まあ、スリザリンとか、グリフィンドールとか、なんか選んでくれる帽子みたいな感じですよね。で、ホグワーツに着くと、なんか豪華な料理が待っていて、まあ、そこで、まあ、ここで料理を食べるみたいな。まあ、そういった描写がね、実際にハリーポッターの映画でもありましたね。おお、めっちゃ懐かしいなハリーポッター超好きでさ、 昔よく見てたわ。賢者の意志に関しては俺ね、今まで20回ぐらい見返してる気がする。で、フクロウと。やっぱりハリーポッターといえばフクロウですよね。フクロウがね、結構重要な役割を果たしてくれるんですよ。で、ヘドウィックだっけ名前なんかヘドウィックっていうなんか、フクロウいましたよね。間違ってたらごめんなさい。確かヘドウィックだった気がしますね。 で、えー、っと、視点を変えるとこんな感じ。うおすげえけど、マジで見立てゲーだな。ふふふ。ガチで。見立てゲーすぎだろう。けど、こうやってさ、違うゲームで、ま、ドラマの世界だったりとか、映画の世界だったりとか、そしてファンタジーの世界だったりとか、そういったものを体験できるっていうのはすごくいいことですよね。で、これは果たしてなんだろうプレゼント。中開けていきましょう。お学士の服なるほどね。 これに着替えて写真撮れってことか。なるほど、なるほど。ってことで、せっかくだから、これをいただいて、着替えていきましょうか。そうだな。あ、間違えた。おーい、間違えてんぞ。で、こちらですね。開けていきましょう。あ、学士の服だ。これ全部学士の服あー、全部学士の服っぽいね。ってことで、一旦これに着替えましょう。さあ、ってことで、お次は左かなあ、こんにちは。 うおお、こんにちは、こんにちは。ハリーポッターの世界っていいよね。ハリーポッターってめっちゃ人気のイメージがあるわ。で、えー、っと、こちらやってきました。あー、なるほどね。家があるってことか。多分これは量とかを表してるんじゃないかな。俺の勝手な予想なんだけど。多分ね、ハリーポッターといえば量なので、量を表してそんな感じがする。あ、やっぱり、多分これね、量ですよ。 なんか雰囲気的にそんな感じがするな。では、右行きましょう。さて、右に行きたいわけですが、なんだこれは。なんすかあかん。これはちょっと俺わかんねえわ。なんだここの部屋は。まあ普通に考えるとバスルームだとは思うんだけど、あ、あ、あ,あったあったあったシャワールームだなんかさ、嘆きのマートルって覚えてます皆さん。嘆きのマートルがこれもしかして出てくるところじゃないの なんかそんな気がするな。ちょっとね、完全再現って言いつつ、結局見立て芸だからさ、どうなのかって言われると難しいところなんだけど、ここは多分寮ではないな、じゃあ。寮ではなくて、ホグワーツ内部を再現されてるってことか。と思ったら、こちらは寮ですね。あれ嘆きのマートルが出てくるところってさ、位置づけ的にはどこなんでしたっけ寮の近くなんでしたっけちょ忘れたけどさ、まあここに関しては完全に、まあ寮部屋ですね。 まあ、両部屋っていうことで、まあ、ここで、まあ、ハリーポッターに出てくる人たちは、まあ、寝たり、食事したりとか、まあ、いろいろしてるってことですね、いつも。いや、ハリーポッター懐かしいなだから、寮生っていいよね。寮で生活って。なんか、昔憧れてたわ。ってことで、奥の部屋行きましょう。おーこれはあれじゃないなんだっけな名前忘れた。なんかね 女性の方がいたんすよ。教師として赴任してきた女性の方がいるんだけど、メガネかけてる。ちょっと名前忘れたな。名前忘れたんだけど、なんかそういった方がいたんですよ。うん。で、多分ね、その方の部屋を再現されてますね。まあ部屋っていうか、なんていうか、難しいところですね。まあ教授室みたいな感じなのかな確かね、こういった雰囲気がしてました。ここね、実際に映画でも出てきたところですね。 いやーめっちゃ懐かしいなっていうことで、一旦後にしましょう。やばいな。ちょっと記憶曖昧だな。結構記憶曖昧ですよ。久しぶりにハリーポッター、頭の中に思い浮かんだわ。ふふふ。ハリーポッターって、だって俺も10年ぐらい見てないよ。あれって完結したんていつでしたっけ結構昔ですよね。物語自体は。確か2007とか2008年ぐらいに完結しなかったっけで、 えっと、地下なんだけど、あー、ここもあれなんだよなーちょっとね、覚えてるんだけど、名前忘れたわ。<laughs> 名前忘れること多いな。ここ後にしましょうか。まあ、実際にこういった雰囲気のところはハリーポッターに出てきておりました。っていうかさ、ホグワーツの城の内部って、割と空いた雰囲気なんですよ。空いたところが多いね。ってことで、2階にやってきました。これ何ここは何でしょうかあ、 ここもあれですね。寮の部屋ですね。で、ここに関しては多分ね、グリフィンドールの寮の部屋じゃないかなと思います。確かね、こういった雰囲気がしてたんですよ。で、多分これね、ロンじゃないかな。こっちがロンで、こっちがハリーじゃないかなと思います。多分その可能性が高そうですね。えーよくできてんな。あ、けど待って、寮じゃなくて、これはあれなのか。 いや、けど、量か、これは。だな。ベッドが一つであれば、ハリーの住んでるところかなって思っていたんだけど、多分違うな、これ。なんか雰囲気的になんかここはめっちゃ似てる気がするんだけど、ちょっと違いますね。で、フクロウがまたまたいます。はい。えー、よくできてんな。ハリーポッターの世界か。なんかこういった島行くと、ハリーポッターまた一から見直したくなりますよね。ハリーポッターの映画はね、 確か、第7作品ぐらいまで出てるんでしたっけ第7か第8作品ぐらいまで出てるはず。で、だいたい一つの映画が2時間から2時間半ぐらいだったと記憶してるんで。ですので、全てコンプリートするのに、まあ、14時間から16時間ぐらいかかるってことか。そう思うとなかなか対策やな。うん、はい。ってことで、おなんじゃここはおおすげえ 見てこれ。<laughs> これすごくねいえ <laughs> ー、何これ。まあ、実際に、ここの橋みたいなところも存在するんだけど、えー、こんなところもしっかりと再現されてるんだ。ここはですね、えっと、ハリーポッターの6作品目だっけ謎のプリンスで、なんかここの橋で、なんかそのハリーと、誰かが戦ってるところ、なんかありましたよね。ってことで、こちら入っていきましょう。 確かあった記憶があるわ。なんか色々ね、思い出深いよな。はい、てことで、またまたやってきました。お牢屋だね。ここは牢屋になっておりまして、奥の部屋に行きましょう。これあれだな、なんか案内図みたいなないとわかんねえな。まあ、スネイプ先生の実験室みたいな感じかな。多分その可能性が高そうな気がしますね。で、あとはスネイプ先生の部屋か、 あとはその闇の魔術に関する教授っていたじゃないですか。そうか、その方の多分ね、まあ、実験室じゃないかなと思いますね。まあ、多分その可能性が極めて高そうな感じがします。っていうことで、ここ一旦後にしましょうか。まあ、スネイプっぽい、そういったね、雰囲気もするんだけど、多分闇の魔術の先生じゃないかな。多分闇の魔術っぽいね。はい、ということで次右行きましょう。で、右なんだけど、お 右の部屋やってきました。で、右の部屋は全体像こんな感じですね。ほうほうほう。なんかここは物置みたいな感じか。うん。まあどちらかというと物置部屋みたいな感じになっておりますね。まあ実際にハリーポッターの映画で、まあこういった描写も所々あったんで、まあ結構妥当ではないかなと思いますね。ていてことで次左行きましょう。まあ雰囲気というか、まあ家具の配置だったりとか、 本当にね、ハリーポッターに似せてるなと思いました。っていうことで、次、左の部屋やってきました。で、左なんだけど、全体像はこのような形になっております。おーここの部屋もすごいね。そして、なぜか予報性もいますよ。 なぜか妖精もいるわけなんですが、この妖精はですね、多分トビーとかを表してるんじゃないかなと思いますね。だからトビーってさ、そんなに種類いないよな。けど雰囲気的にはトビーな気がするんだけどどうなんでしょうか。まあ、花の高さとか、あと雰囲気とか色とかは全然違うんだけど、ただあの妖精って何なんだろう。忘れたわ。<laughs> ということで地下やってきました。で、地下なんだけど、全体像こんな感じですね。うわ、すごいなぁ。 で、これは多分ね、量だと思います。多分量だと思っていて、おそらくこのなんかマーク的にスリザリンですね。ヘビのマークなんで、スリザリンの量の部屋を表してるんじゃないかなと思いますね。おーい、い,いね。スリザリンの部屋よ。けどやっぱりスリザリンといえばヘビですよね。そう。ヘビプラスボルデモートみたいな、そういった印象があるわ。なるほど。ってことはやっぱりさっきのはグリフィンドールなんかな。 で、あとは、レイヴンクロウとハッフルパフだっけハッフルパフで合ってますかね間違ってたらごめんなさい。確かそういった記憶があるんだけど。で、残り2つの部屋があるってことか。はいはいはい。なるほどね。多分、残りの2つの家は、多分ハッフルパフとレイヴンクロウだと思いますね。っていうことで、一旦ぐるっと回しましょう。おー、ここもいいね。で、えっと、ここもですけど、ハリーポッターで実際に出てくる教授の部屋かな 多分ね、教授の部屋を指してると思いますね。名前忘れました。やばいな。名前結構忘れるな。だいぶ昔だから。覚えてるのもあるんだけど、やっぱり全部はね、覚えてられないな。難しいね。結構昔のな話だから。うん、ってことで、ここ一旦後にしましょう。さあ、そういったところで、橋をとことことこと渡っていきたいわけなんですが、今度は、おー、何これなんかすごいところに、やってきたよ。 おお、これはもしかして、ハグリッドかハグリッドって皆さん覚えてますかあ多分これハグリッドの家だね。間違いねえわ。多分ここがハグリッドの家を表しておりまして、で、ハグリッドって、あれなんですよ。猛獣買うのが趣味なんですよ。で、実際にこういうなんかね、グリヒみたいなのを買ってるんですよね。ですので、多分ここは間違いなく、ハグリッドの、 家を指してるんじゃないかなと思いました。いやー素晴らしいね。で、実際にここら辺畑があるんですよ。なのでここは間違いないと思いますね。で、えー、っと、お、袋もいますね。はいはいはい。で、ハグリッドの家の後ろには、迷いの森みたいな感じで、森が広がってるんですよ。森が広がっていて、で、あと、ケンタウロスっていうのが出てきたんですよね。あとは、このなんか、でっかいでっかい雲。これもですね、 確か、ハリーポッターの秘密の部屋で出てきた記憶がありますね。いや、アズカバンだっけなどっちだっけな多分ね、秘密の部屋だったと思うわ。で、実際に出てきた記憶があります。で、えー、っと、左に行きましょうか。ここも迷いの森っていうことなんで、まあ、実際にちょっと迷う,うわ。もう迷うっていうかわかんねえな。<laughs> 突破することできないわ。 たださすがに、ケンタウロスとかは再現はできてないってことか。ケンタウロスはいませんね。ここはですね、アズカバンの囚人で、まあ、実際に出てきた森の外れの塔みたいなところかな。で、ここで、えっと、誰だっけな狼の人。狼人間。狼人間と落ち合ったところだと思うんですよ。多分ね、そこだと思いますね。ここで確かね、狼人間の初めて会ったんじゃなかったっけ 確かそんな記憶がありますね。まあ、ここは後々結構重要な場所になってくるんですが、そういったところもおそらく再現されてるんじゃないかなと思いました。はい。っていうことで、えっと、あれけど待って順路はこっちか。こっちってことで、ああ、けどここから先住むことできないよな。これ戻らないといけないんじゃないのわかりませんけど。うん、だよな。多分これ撤退しないと無理か。 突破することできないよな。ってことで戻りましょうか。よいしょ、走ってこうぜ。さあ、とっとこ走るぜ。とっとこ走るぜ、シャチタロウ。で、えー、っと、こちら側は多分すべて見終わったんじゃないかなと思います。で、全て見たので、次は右側行きましょうか。いやーなんか見応えすごいなこれやべえぞ。動画時間何分くらいになるんだろう。<laughs> わかんねえけど。あとですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、 ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。っていうことでやってきました。さあ、またまた雰囲気が変わりましたね。ここもあれですね。実際にハリーポッターの授業で出てきたところか、薬草術みたいな授業があったんだけど、そこで出てくる部屋とかを多分ね、表してるんじゃないかなと思いますね。懐かしいな。多分そうだと思うわ。まあ、雰囲気的にはほぼほぼ間違いはないと思いますよ。 で、次は右の部屋にやってきました。うおーなんか雰囲気がすげえなーここもまた独特ですよ。いや、本当にね、独特の部屋が多いなで、次は奥の部屋行きましょう。さあ、奥の部屋にやってきました。で、こちらなんだけど、うわ、すげえ、ここも。皆さん、見てくださいよ。この部屋。この部屋もですね、実際に、 ハリーポッターで出てくる先生の部屋とかを表してますね。さあ、全体像はこんな感じになっております。いや、けどそれにしてもね、よくできてますよね、ここも。あ、ハッフルパフですね。あ、レイヴンクロウかなどうなんだろうマークがあるわ。これわかんねえな。ハッフルパフか、レイヴンクロウだとは思うんですが、どちらかはわかりません。なるほどね。いやー、よくできてるね、それにしても。素晴らしいわ。 さあ、そういったところで、後にしましょう。で、次は、多分ラストの家かな多分ラストの家じゃないかなと思いますね。いや、本当になんか長いな。<laughs> めっちゃ長いんだけど。で、えー、っと、今度は、上上がっていこう。おお、眺めいいね。眺めがいいわけなんですが、奥に家があるので、こちらも入っていきましょう。さてと、 ここの家の中はどうなっているのか。おまたまた雰囲気がガラッと変わりましたよ。さあ、ってことで、行きましょうかね。これどっちがさ、レイブンクローなんだろうな、これ。これどっちかがレイブンクローだと思うんだけど、ちょっとわかんねえな。まあ、いいや。ってことで僕行きましょう。まあ、スリザリンはね、パッと見わかるよね。ヘビだからさ。おで、ここも実際に出てくる先生の部屋か。 で、授業が行われてるって感じですね。で、これはあれだな。なんか動物実験みたいな。実際にハリーポッターの映画でもこういった描写はございました。懐かしいね。動物実験か。確かね、ハリーポッターの中でもだいぶ最初の方にこういった描写があったと思いますね。多分賢者の死か秘密の部屋かどっちかじゃないかな。多分どっちかだったと記憶してます。ってことで、次、こちら行きましょう。 で、多分ね、地下と2階はどちらかが寮の部屋になってるんじゃないかなあ、ここはトイレか。なるほどね。まあ普通にトイレですね。で、多分ね、これは秘密の部屋への入り口かな、確か。確かね、秘密の部屋への入り口だったと記憶してます。このどこかから秘密の部屋に確か行くことができましたよね。で、これは多分ね、トムリドルの日記かな 多分ここで拾うんですよね。確か。確かそんな記憶があります。はい。ってことで、後にしましょう。多分あれはね、トムリドルの日記じゃねえかな違うかもしんねえけど。けどそれぐらいしか思いつかないよなってことで、次は、左行きましょう。さあ、左やってきました。で、こちらはですね、あ、図書館だな。普通に図書館ですよ。よくね、 ハーマユニーとか、ロンとか、ハリーとかが、ここで勉強してるっていう描写が、実際に作中でもありましたね。なるほどね。まあ、そこもしっかりと作られてるっていうことか。ただま、内容的には一般的な図書館ですね。ってことで、地下行きましょう。で、多分ね、ここが、レイブンクロウとかの、両部屋になってんじゃねえかなと思ったけど、違った。さあ、ここは秘密の部屋ですね。 で、ヘビがちょうど出てくるところか。うおー、懐かしい。で、トモリドルの日記があります。で、ちょうどね、これ試練をクリアしてるところかな。はいはいはい、なるほどね。よくできてんなここは秘密の部屋ですよ。で、次は2階行きましょう。 で、多分、両部屋かなと、俺は思うんだけど、あ、やっぱ両部屋でしたね。あ、ちょっと待って、ここがもしかするとグリフィンドールかもしんないわ。なんか、それっぽくねレイブンクローとかじゃなくて、あ、これグリフィンドールだな。ここがグリフィンドールだわ。うん。このね、縦みたいなやつが多分ね、グリフィンドールだと思う。あー、ってことは、ちょっと間違えたな。最初行ったところが多分レイブンクローじゃないかな、雰囲気的には。ですね。 ここが多分グリフィンだなってことで、後にしましょう。これで全て一通り見終わったんじゃないかな見終わることができましたね。オッケー。多分赤のやつがハッフルパフだな、じゃあ。うん。ってことで、ここ後にしましょうか。いやー、すごい見応えあったなすげえあった。で、海岸線沿いはこんな感じ。まあ、しっかりと作り込まれてますね。すげえな無駄なスペースがねえわ。 <laughs> マジで無駄なスペースがないよな。これすげえな、ほんと。で、えー、っと、お次はどこに行きましょうかお次はですね。あ、これは一旦帰らないといけないパターンやな。そうだね。袋工事。あ、ちょっと待てよ。こちらが行けるんじゃないかもしかして。で、こちらが行きましょう。おお、こちらが行きましたね。けど、城の下みたいな感じかな。 で、実際にこういった湖も作中にありましたね。なるほど。しっかりと再現されております。で、おー、出たーあの、ハリーポッターのスポーツじゃねえか。確か、シーカーっていうのがありましたよね。シーカー取ったら高得点みたいな。スポーツの名前忘れたんだけどさ。なんかありましたね。はいはいはい。なるほどね。そこを表してるってことか。で、ここコラシアムですよ。 いや、懐かしいね。で、大砲があります。で、今度は、あ、これはあれじゃないの。炎のゴブレットで出てきた。おそらく迷路を再現されてるんじゃないかなと思いますね。これは多分炎のゴブレットだな。間違いないわ。これは100%間違いないですね。炎のゴブレットの、そういったところを再現されてますと。なるほどね。すげえな。ここもしっかりと作られてるのか。 なかなか作り込みがすごいわ。で、えー、っと、あ、左は袋工事か。なるほどね。ってことで、こちらはすべて見終わることができました。さあ、改めて戻りましょうか。さあ、撤退ですよ。さあ、撤退していきたいわけなんだけど、お次は右かな右からぐるっと左に迂回していくみたいな、そういったイメージでしょうか。うん。ですね。多分そのイメージの方が強そうな気がする。 では、お次は右ですね。お右側やってきたわけなんですが、うおー湖じゃねえか。これもね、実際に作品に出てきますよね。まあ、結構出てくるイメージがありますよ。おやあれれ、矢印看板があるわけなんですが、これ逆かなけど、さっきさ、左から行って行き止まりだったから、まあ、こっちから行くしかないんだけど、まあ、大丈夫か。お何これふふふ。<laughs> なんかありますよこれはなんだ指名手配犯ではないよなうん。あちょっと待てよこれはこれは、電車じゃないか。ホグワーツ行きの電車を多分指してるんじゃないかなと思いますね。いや、これはすごいな。おーはいはいはい。で、車か。で、進んでいくと、あなるほどね。ここに到着ってことか。到着しましたって感じでしょうかね。これは違うのか。奥の方行ってみましょう。あ 矢印看板がありますね。なるほどね。ってことはやっぱり逆だったか。まあ、いいや。あはは <laughs> なるほどね。そういうことか。はいはいはい。ってことで、ここが多分、乗り場かな。で、乗り場でずっと下ってって、あそこが終点ってことか。そういうことか。なるほどね。見事に逆走してるわ。うわ、すげえ。すごいところにまたまたやってきました。おお。見てくださいよ、この街並みを。っていうことは、 こちらの方に多分ハリーの家とかあるんじゃないかな。公園だ。ここも実際に出てきましたね。作中で。懐かしいね。で、ここで確かなんか襲われたんじゃなかったっけハリーのいとこが誰か。確かここで襲われてましたよね。懐かしいな。で、南下していきましょう。で、ここは、おー、筋トレ。<laughs> 筋トレがあるね。で、上行くと、今度は、何がありますかおー、すげえ大規模。やばくねすごいね。 これは多分、スネイプあ、違うわ。これはあれだね。店だ。名前忘れたわ。ここはどこだろうと思ったら、店ですね。例の店だよ。ホグワーツと、あとは自宅から若干離れてるお店ですね。懐かしいな。そんなところもありましたね。で、えー、っと、ここの奥には、 はいはいはい。なるほどね。なんとか横丁って言うとこじゃなかったっけ確かダイヤモンド横丁じゃなかったっけな確かそういった記憶がありますね。ほうほうほう。で、ここも店ですね。ここもお店で、で、ここは確かね、ハリーの宝器とかを買ったところじゃなかったっけ杖とか。多分そういったところですね。はい。で、次右手行きましょう。で、エイブルがございまして、 で、さらに、こちらが行くと、ちょうど、これ、帽子で、レイブンクローか、グリフィンドールか、スリザリンか、みたいな。多分、ちょうど決めてる最中って感じかなんか、そんな気がしますね。はいはいはい。で、お店には、こっちからも入ることができますと。多分、そうじゃないかな。あー、けどなんか、違う気がする。わかんねいこれ。あー、わかんねえ。なんでこれ。なんか、帽子持ってるよな。けど、広場で、 なんかレイヴンクローかグリフィンドールかっていうのはおかしいから。まあ、さっきの会場がそこですよね。ってことは何なんだろう。<laughs> ちょっと待ってよ。<laughs> これは何だっけちょ、忘れたわ。何だっけって感じなんだけど。忘れた、本当に。あ、ここはあれか。さっきのところだね。さっきのところってことで。さあ、これで一通り見終わったんじゃないかなそうだね。これで一通り見終わったんじゃないかなと思います。 はい。ということで、今日の動画、この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひ、よろしくお願いします。ではまた次回の動画で、お会いしましょう。バイバーイ、じゃあね。最後に、チャンネル登録もよろしくお願いします。